はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回もまた心霊に関する事件についての話なんですけれども、今回は奈良県で起こった殺人事件についての話です。2013年に奈良県の生駒市のあるアパートで殺人が起こりました。そしてね、後日に同居していた高齢女性を殺害した殺人容疑で無職の容疑者が逮捕されたわけです。これだけの話ならば心霊に関する要素は全くない殺人事件だったのですが、逮捕された犯人、事件からしばらく経っての自首っていうことで、その間には何があったのか、なぜすぐに自首しなかったのか、日付が経ってから自首という選択に至った理由は一体何なのか、この辺がね、謎の部分なんですけれども、犯人が取り調べで話した内容が非常に興味深いんですよ。県警によると2013年の21日午後に実は人を殺した、被害者が枕元に立って仕事も手につかなくなってきたと話し、犯人が自首してきたと当時の犯人について話しています。殺人に至った内訳としては、2人は交際していたんですが、女性の方は歩行困難で日常から介助が必要だったようで、犯人は過去にも女性をアパートに置き去りにしていたとして保護責任者遺棄容疑で逮捕されたことがあります。殺害理由としてね、介護に疲れて殺害したのだろうということ。おそらく犯人としては殺人後も何食わぬ顔で毎日を過ごしていた、事件が明るみに出なければそのまま自首する気などなかったんではないでしょうか。しかし毎晩のように枕元に被害者の女性が現れて無念の思いを訴えるなどしたのか、それともただ姿が見えただけなのか、その辺は明らかではないんですが、これによって犯人は精神的に追い詰められていったんだと思います。実はね、こういった話っていうのは過去にいくつかあったんですよ。殺人を犯して犯人は自首することなく生活を送っていた、そこに毎晩被害者が現れるようになる、で犯人はその被害者の霊から逃げるように、まあ居住先を転々とするんですが、それでも枕元に現れ無念の思いを訴える、で犯人は憔悴しきって警察に最後は自首、それでも終わらずに刑務所にまで毎晩現れるようになって、最後は刑務所内で犯人は自殺をしてしまったっていう話。これがね、実際に霊が現れたのか、それとも本人に罪の意識があってそれが幻覚を作り出して精神的に自分自身を追い詰めていったのか、確かめることは難しいですが、殺された側としてはなぜ自分がこんな目にって当然思うでしょう。無念でしょう。その思いが恨みとなって加害者のもとに現れたとしても不思議ではないですよね。こういった事件っていうのは実は日本だけじゃなくて、調べていったら外国にも結構あったっていうことが分かりました。それに関してはね、いつかね、また機会があったらお話をしたいと思いますが、今回は日本であったお話です。